いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2017年モデルポルシェマカン GTS を紹介させていただきますまずお車の状態ですが右フロントドアエッジ左サイドスカートに傷がございます 走行距離に関しましては約 1000km と非常に低走行滑車両コンディションも良好な一台となっております外装色はカーマインレッドインテリアはブラックレザーを採用しております都市型 SUV として2014年にデビューし不動の地位を築いたマカンでございますこちらのお車はマカン GTS のグレードですので エクステリア・インテリア・スポーティーな専用装備が各所に施されておりますまたカーマインレッドやカーボンサイドブレードにより特別感を演出した1台となっておりますヘッドライトに関しましては PDLS 付きの LED ヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンは3リッター V 型6気筒のターボチャージャーが搭載されており 最高出力は360馬力を誇りますまた足元に関しましては純正20インチの RS スパイダーアルミホイルが装備されておりキャリパーはレッドキャリパーが選択されておりますので足回りも非常にスポーティーな一台に仕上がっております続きましてリア紹介させていただきますテールライトに関しましても LED が採用されており イヤ周り非常にデザイン性に優れたお車となっております。またマフラーに関しましては、4本出しのマフラーが装備されておりますので、力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。こちらのお車は SUV 車両ということで、トランク容量非常に広々と確保されております。 また後部座席を倒していただくことにより長い荷物にも対応が可能です続きましてインテリア紹介させていただきますインテリアにはブラックレザーが採用されております運転席助手席ともに良好なコンディションですではエンジンを始動します ステアリングに関しましては、スポーツステアリングが採用されております。こちらには大型のパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速をお楽しみいただけます。また、アダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、快適なクルージング走行が可能となっております。ナビゲーションに関しましては、純正の PCM ナビゲーションが装備されております。バックギアに入れていただきますと、 バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができますシフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております PDK シフトということで滑らかな加速感を味わうことのできる1台となっております走行モードに関しましてはスポーツモードオフロードモードが用意されておりますサスペンションに関しましても2段階での変更が可能となっており スポーツエキゾーストも装備されておりますのでサウンドも十分にお楽しみいただけますまたフロント両席にはシートヒーターも完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っておりますまた室内スペースに関しましても コンパクトな SUV 車両ではございますが、十分なスペースが確保されております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはお会い致しません。今回は2017年モデルポルシェマカン GTS を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1000キロ以下と非常に低走行かつ車両コンディションも良好な一台となっております。 数多くのオプション装備が施されたスポーティーなマカン GTS でございますこちらのお車には純正の PCM ナビゲーションやシートヒーターをはじめとする各種快適装備が施された一台となっておりますまた内装の快適さだけではなく走行性能に関しましても360馬力を発生させるエンジンが備わっておりますのでスポーツカーに負けないスペックを持ったお車となっております また、新車保証に関しましてもたっぷりと残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。特別外装色を身にまとったマカン GTS をお探しの方は、是非ともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。